考なるほどね。自分でも自分のこと賢いと思えるぞっていう。うん、そうそれはね確かに思うんだよな。なんで俺紙の本がずっと売れ続けるんだろうなっていうと思ってたんですよ。うんうん いや、紙の本が何で売れるかっていうと、インテリアアピールなんですよ。インテリアなんですよ。いはだから、ブランド物のバッグよりも、全然安い、1000円だか1500円だかで、インテリアアピールできるわけじゃないですか。そんな10冊ぐらい置いてあれば、俺は頭がいいやつだって。で、それでなんかあの、フライヤーとか、ゲットアブストラクトみたいな、要約サイトでちょろちょろっと見て、あるいはもう最近解説動画を見てもいいかもしれないですけど、そういうのを見て、いや、堀モンこういうこと言ってんだよ、って。 分け知り顔で喋れるっていう。うんうん、あれなんか、リポディみたいな部分もありません。はい、つまり、その、堀ンの本読んで、分かったと思ってスッとして、っていう、で、ボトルを並べてる感じあ,あ、そんな感じです。ですは,いは,いは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 い。で、だから僕の本ってそれをやめると自分が頭が悪くなっていく恐怖をちゃんと与えてるから大丈夫なわけですよね。うん、そう。だから僕の本って、はい、あのー、多動力って本から、はい、 ミノワってやつが編集したんですけど、あれ結構発明で、そうですね。多動力以降の僕の本って、目次だけ読めばわかるんですよ。もう僕はミノワさんの本の作り方割と好きなんですよね。<laughs> はい。とかも、最悪目次だけ見てればよくて、はい、目次だけでも語れるし、はい。目次プラス、その見開きのところの、ちょっとした解説見れば、読めるんですよ。じゃあもう答えは出てて、 その、堀江さんがやるべき動画っていうのは、目次だけの部分と本文がある部分です、うん。うん、なってると。つまり頭に、その、決め台詞ばっかり流れてる動画をつけて、目次動画だ。そうです。素晴らしい。ありがとう。解決しました。うん、本が出たら目次動画です。目次を読みながら、ね、はいはい だから、インパクトのあるセリフっていうか、パンチラインですよ。そうですね。本当今時の言葉で言うと。パンチラインをもうあらかじめ自分で、で、堀江さん抜群にパンチライン作るの上手いんですよ。はい,はいはいはい。それを動画の喋るときとかに入れておいて、あとでそのパンチラインだけザーッと並べたら、多分ね、頭のいい奴はそれで半分堀江さんの言ってること分かるんですよ。なるほど。で、こいつらが動画の前尺見てくれるわけですよ。それでいいじゃないですか。なるほど。 すごい分かった。目次だ。目次動画ですね。俺気持ちいいっす。<laughs> 今日も役に立った。気持ち、気ち、ちゃ気持ちいいっすね。今日も人で役に立った。目次, <laughs> 目次動画気持ちいいなぁ。そういうことかぁ。<music>